奇遇ね。あなたも気分転換しに来たの？ミュージカルはまだ終わってないでしょ？次はカーテンコールだから。カーテンコールが好きじゃないの？熱烈すぎる歓声は演劇本来の輝きを曇らせる。そうなる前にその元の姿をちゃんと味わいたいの。わかるわ、私もそう思うから。だって幕が降りた瞬間、役者たちは役から本人へと戻ってみんなにお辞儀をするでしょ。その景色を見ると思わず感傷的になってしまうのよね。まるで見て、今までの出来事はただの物語、幕が降りたらこの物語も終わりを告げると言ってるみたいで。それがカーテンコールでしょ。その瞬間を見届けたくないの？多少なりとも寂しくなるでしょ。ロマンにあふれた物語だったから、もう少し味わいたかったの。ロマン？この演目をそんな風に評価する人なんて初めて見たわ。薄暗い、重苦しい、悲しさと悔しさに満ちてる。それが大多数の人たちの感想なのに。ジャンルに悲劇って書いてあるからね。確かにひどいとは思うのよ。第一幕から嫌なことばかりで、全ての展開も物語をより悪い方向へと向かわせるし、キャラクターたちも無力な人ばかり。運命に押されながら前に進んだ結果、瞬く間に自分がどこにいるのかもわからなくなる。現実味がありすぎるわ。そんな物語を笑って最後まで見る人は少ないでしょ。そもそもいないという方が正しいかしら。それならどうしてロマンがあると思ったの？あの結末だからよ。家庭はとても大変だったけど、フィナーレは好きなの。荘園に包まれた廃墟で、新しい芽が土を破って出てこようとする。美しい光景よね。そう思わない？長く咲くかもしれないし、次の瞬間には枯れるかもしれないけど、その時はそこにいるの。世界に自分の神聖を宣言してるのよ。私がどうしても忘れられないのはそういう瞬間なの。まるで私にこう教えてるみたい。悲劇は終わりではなく希望の始まりだって。私たちがこの世界に残した足跡は、いつかの未来で誰かが前へと進むための灯火になるわ。悲劇は終わりではなく希望の始まり。楽観的な考え方だけど、確かにロマンチックね。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできる。旅の過程が善でも悪でも、たどり着いたゴールが非でも愛でも、その美しさは人のためだけに存在する。そう、大人になった苦しみを経験した後も、あの幼い子供はある日目を覚まして、
自分が信頼してた物事を信じ続ける。人間性の美は、それほど脆くて、純真で、無価なものよ。まるで、水晶の花のようにね。芸術関係のプロでもそんな細やかな目線で世界を見つめる人は少ないわ。失礼だけど、あなたは役者？脚本家？それとも作曲家かしら？がっかりさせちゃうけど、私は普通の観客よ。強いて言えば、たくさんの場所に行って、たくさんの人に会って、それから、見た目がちょっと可愛いくらいかしら。だから、今の話は、私の感想だと思って。感想ね。我が友よ、差し支えなければ、公演が終わった後、あなたと今の話の続きがしたいの。美しさの本質、それは私が追い求めてるものでもある。場所は青空ビル最上階の流氷レストランはどうかしら。ああ、それって予約困難な超人気店じゃないの？急に一人増えたら迷惑じゃない？まさか。向こうは私のために二人席をいつまでも取っておくと言ってくれたもの。そのいつまでもには期限があると思うけど、少なくとも今夜はまだ有効だと思うわ。それはそれは、私ったらどんなすごい人と知り合ったのかしら。もちろんいいわ、お話ししましょう。そういえば、こんなに話したのに自己紹介がまだだったわね。私の名前はエリシア。楽園を象徴するエリシアよ。あなたは？ポニアさん、その体。ええ、ごめんなさい。戦後は自身の命で私たちに敵の在りかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。私に起こった異常現象についてはどうか相手に接触しないでください。この戒律は私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。侵食の律者。最後の時間の中で、千号は自身が向き合ったものすべてを私に託した。あらゆるすべてを。
そんな顔をしないで、エデン。これは誰もが経験すること。私にとっては旅に出るタイミングを少し前倒ししたに過ぎない。あらかじめあの花をグレーシュに託せたことを喜ばしく思っているよ。グレーシュは賢い子だから、きっとちゃんと守ってくれるはず。だから彼女のもとへ行って、エデン。そういえばスーもケビンが消える前にあるものを自分に渡したと話していたわ。きっと彼もあなたと同じように考えていたのでしょう。つまり今のところ4つの鍵の中で3つは無事だと確信できる。残りはウィルビーだけだね。戦後との接触の中、うっすらとではあったけど、彼女の姿が見えたから。まだ無事であることを祈っている。先ほどから彼女の状況を探知できなくなっているし。そうなのね。でも私がここに来る前に、すでにメイさんがビルビーと合流するために彼女のもとへ向かっているの。あのビルビーのことだから、きっともう正しい決断を下してると思うわ。そう。では彼女を信じるしかないね。私はリッチ社がスーとグレーシュを見つける前に彼らと合流し、すべての水晶の花を集め、その本来の効果を発揮させるわ。ええ、さあエデン、行きなさい。はあ、あの夜の秘密を再び太陽のもとに晒しましょう。ここでお別れね、アポニアさん。最後の戒律をありがとう。私がすべきことを全部果たすまで、どうか加護を。どうか無事で。何かをする力はもう残っていないけれど、あのデータで構成された混沌の中で、あなたに祝福を送るよ。あなたたちがより良い未来へと歩き出せるようにと。悲劇は終わりではなく、希望の始まりなの。
ちょっと会ってないだけで私のことを忘れちゃったの？メイったら薄情すぎるわね。私悲しいわ。そんなに風情がないならこれ以上名乗る必要もないわね。ああ、まさか友達にはめられるなんて想像もしてなかったわ。こんなにビルビーのことを信頼してたのに。そんなことを言わないで、愛しいメイ。彼らの記憶を見させてもらったわ。彼女はこんな風にあなたを呼んでた。そうでしょ？あら、怒ってる？変ね。あなたのよく知ってる姿、あなたの好む呼び名で呼んであげてるのに、どうして少しも喜んでないの？なんだか私のことが大嫌いみたいね。ビルビーが何を話したか知らないけど、大丈夫。時間がある時にきちんと彼女のデータを確認するから。その前にあらかじめ言っておくわね。私はあなたに対して少しも悪意を持ってないの。誠意を見せるためにもう一度自己紹介するわね。私はね、生と死の隙間に誕生した律者。情報とデータによって生きてて、実体を媒介にし、それを頼りにして存在するの。あなたたちがよく知っている言葉を借りると、侵食の律者。これが私の名前よ。この呼び名は少し荒っぽいと思うんだけどね。メイが気にしているのはそんなことなの？理由は単純よ。メイに親しみを覚えてもらいたかったの。それに今の私の見た目は群を抜いて可愛いと思うの？そんな目で見ないでよ。ね？私は本気よ。まさか私が侵食の律者だから見た目を選ぶ権利なんてないとでも思ってるの？彼女のデータをもらったから。メイなら私より知ってるでしょ。世界で唯一無二のこの美しい外見を大事にする人は彼女、つまり今の私以外にいない。
外からのデータを受け入れると同時に私も成長し続けるのよ。命があるから死を恐れることを学んだ。形があるから美しさを求めることを理解した。何も持ってなかったから全てを大切にしたいと思った。虚無で誕生した私は生きる意味をゆっくりと理解しようとしてる。私を単なる人類の敵だと考えたらちょっと誤解が生じるかもしれないわね。そう、私は楽園に侵入した。それは弁解しようがない事実よ。そもそも私という存在の大元は侵食し続けるという行為にあるから。でもね、メイ、私は誰かに危害を加えるような考えなんて一度も持ったことはないの。相手がデータによって構築された記憶体だとしてもね。事実もそうでしょ。ほら、楽園にあるあらゆるものは一度も消えてないじゃない。あなたのよく知ってる形として存在してるわけじゃないけど、今彼らは私たちのそばにいる。そう、ここにね。侵食が完了した後、彼らは私の一部になった。そして対等に私も彼らの一部になったの。かつての私は一面の空白だったからこそ彼らの全てを受け入れられた。私は彼らのデータを得て経験を知って、その感情と意志を受け継いだ。だから私を英傑たちの命の続きだと思っていいからね。そう言った方がメイにもっと喜んでもらえるのかしら。どんなに弁解したとしても、メイの中で私は悪い人なのね。どうしても私と戦いたいというのなら、その期待に応えなくちゃ。だって誰かをがっかりさせるのが一番嫌だもの。できるなら私はメイとほんのちょっとでも戦いたくないの。この戦いには何の意味もない。私たちは敵同士じゃないでしょ。けどメイは問い詰めるのが大好きな女の子だって知ってるからね。だから私も喜んで侵食の力を見せるわ。私の手札を一枚ずつメイの手に渡してあげる。
そして証明するの。あなたが見てるのはありのままの真実の私だって。じゃあまず、メイが楽園に入ったばかりの頃、似たような戦いを経験したでしょ。融合戦士の秘密を餌にして、一歩ずつメイを罠にはめ取って変わろうとする。メビウスの考え方は私とそっくりなのよね。でもメイは私に対してはそんなに寛容じゃない気がするわ。まさかメイの優しさって先着順なの？感じがしない？それは普通よ。メビウスのデータを借りてるけど、その裏にあるのは私の力だからね。勝敗なんて分かりきってるわ。次はこのデータを参考にしましょう。必ず死ぬと予言されたからって、戦後に死を求めることで局面を打破しようとするなんて、これを見た時私はびっくりしたのよ。メイってば本当に大胆すぎるわ。その遊び好きな一面も大好きだけど、そうやっていつも自分を危険な状況に置くから、さすがの私も心配しちゃうわよ。あら、どうしましょう。戦後の思い通りにさせるとどちらかが死ぬまで戦うことになっちゃう。でもメイの綺麗な体に傷跡が残るのを見たくないわ。仕方ないわね。ここは彼に譲歩してもらいましょう。彼女のことを友人だと思ってるわ。この素晴らしい演出は大魔術師専門家？大変、よく覚えてないわ。でも大丈夫、どのビルビーのデータもここにあって、私と一つになってる。他の記憶体たちと同じようにね。しましょう。
これでメイも理解できたはずでしょ。こんな戦いに結果はないって。でもチャンスなんてないと知りながらも何度も何度も私に攻撃を仕掛ける。メイのそういうところ私は好きよ。ほら、言ったでしょ？メイに危害を加えるつもりはないって。これで信じてくれるかしら？私たちは敵同士じゃない。むしろその逆。私は。でも今の君はまだ気づいてないでしょう。この計画にとって君自身がどれほど重要な役割を担っているのかを。けど大丈夫、スーなら君に教えてくれるよ。彼が私の残したメッセージに気づいてくれるといいんだけど。これが全てのパズルだよ。さあ、持って行って、メイ。本当の螺旋の銘を。これが、私が完成させられる、全ての配置だ。私にできることは、きっと君にもできる。そして、全ての謎を、明らかにしよう。本当に私とちゃんと話す気はないの？
あなたの欲しい答えは全部私が教えてあげるわよ。やっぱりメイのような見た目はクールだけど中身は熱い女の子は私を拒んだりしないって知ってたわ。じゃあどこから話しましょう。ちゃんと考えなくちゃね。そうだ、メイの一番知りたい部分から話しましょう。エリシアはこう話したでしょ。一緒にメイムに包まれたあの島に行って最後のパーティーがあった場所で共に見届けましょうってね。さあメイ、あの時の約束を今から叶えましょう。これからは互いをさらけ出す時間よ。デートみたいにね。わあ、観覧車から俯瞰するとこういう景色になるのね。記憶の中にも似たような場面があったけど、やっぱり自分で体験すると全然違うわ。一見こういった意味のないように見える内容を彼女がわざわざ空間を作ってまで保存していた理由がなんとなく分かったわ。ねえメイ、そんな厳しい表情しないで。私とロマンチックな観覧車デートをする、それって楽しいことじゃないの？あ、まさか観覧車を一瞬で出したことに驚いてるの？気にしないで、この度にちょっとしたアクセントをと思った私のほんの気持ちだから。ずっと悪人という立場に置かれると私でも悲しくなっちゃうわよ。あなたなら私の立場と考えを理解してくれる友達になれると思ったのに。何せ私たちは同類だもの。
わかったん、わかったわ。ビルビーがそこまで教えたなら、これ以上隠す必要もないわね。確かに私はエリシアのデータを削除した。どうして彼女だったのかについては特別な理由はなく、ただの事故だったの。メイ、私がイニシエの楽園に来た過程をあなたはもう知ってるわよね。あの時、私の律者としての、というより一つの命としての旅は始まったばかりだった。幼い子供のように世界をよく知らず、機械的な認識しかなかった。生きたいというのが私の唯一の感情であり、唯一の本能でもあった。そんな状況の中で私は彼女と出会ったの。彼女は楽園で初めて顔を合わせた相手で、初めて出会った私以外の存在。でも、あの時の私は仲間と敵の概念すら区別できず。はぁ、その後に何があったかは、メイ、自分で確認して。メイも私と同じ立場になればきっとわかると思うわ。あの時の私がどれだけ慌ててたかを、そして今の私がどれだけ後悔してるかを。心配しないで、メイ。あなたに見せたいだけなの。あの夜、私の前に置かれたのはどんな選択だったのかを。雷鳴が来る。さあ、見せてちょうだい、メイ。あなたならどんな選択肢を選ぶの？生活というものにはもともと説明なんてそんなにないでしょ？感じてないの？空気の中の殺意、死の脅威はそこにいるのよ。そうなるわよね。メイは私と同じ選択をしたわ。戦った、そうでしょ。全ての敵を倒して。けど気づいてる？相手は最初からあなたを攻撃するつもりなんてないのよ。これでメイも当時の私がどういう状況に置かれていたかを理解できたでしょ。
は異物に対する恐怖、もう一方は自分を守りたい生存欲求。弱くて幼い私にとって生きたいという本能の誘惑はあまりにも甘美だったの。メイが見た通り、当時の私は何の抵抗も受けなかった。今思い返すと、その時の彼女が何の敵意も抱いていなかったことを証明しているわね。残念ながら、私がそれを理解したのは、より多くのデータを吸収して成長した後のことだった。あの事故があった後、私は隠れることにしたの。イニシエの楽園に含まれた養分は、私が脱皮して新しい命に生まれ変われるほど十分だったから。本来ならそうするつもりだったけど、まさかエリシアの消失がこれほどの騒ぎになるだなんて、私は想像もしてなかったわ。その上、強い力が現れた。ケビンは今までよりもずっと強い脅威をもたらしたの。彼に気づかれたら、私を待ってるのは死だけだって疑いもしなかった。一晩で私は非難の的になったの。メイはそういう感覚を理解できる？孤独で怖くて悔しくて、それから困惑もあったわ。そんな時、ビルビー、悪人が私を招待してくれたの。彼女は私と同じ感情を、生きたいという意志を持ってた。だから友達になったの。そして彼女は私にチャンスを作り、私は彼女の苦難を解決した。でも残念だけど、二つの予想外のことが起きたの。そのうちの一つは、戦後よ。彼が起こした騒ぎは、あまりにも大きかった。だから私は、彼に会うしかなかったわ。幸い、戦後はとても率直な人でね。楽しく話せたわよ。一つの予想外はあなたよ、メイ。最初私は確かにあなたを警戒してたわ。だから悪人があの計画を実行した時、私は止めようとしなかった。けどメイはあまりにも見事に危機を脱した。それだけじゃなく、私も知らない方法で彼女を倒してみせたでしょ。そんな状況でメイの前に現れない方がおかしいと思わない？あの悪人の心の壁を壊し、生きる意志を崩した相手がどんな人なのかも知りたかったし。
結論を急がないで、メイ。人類という視点から考えると命の終点は死だけど、記憶体は違う。彼らはデータを具現させたものだから、命とは別の存在形式があるの。だからこそ、私だけが彼らを復活させられるの。こうしてね。どうしたの、メイ。浮かない顔をするなんて君らしくない。ほら、天才は不滅でしょ。私の才能は狭い場所に制限されるべきじゃない。漆黒の果てしない思考の檻でも、データによって維持された仮想空間でもね。ビルビーの舞台はこの世界のはずだ。今度こそ私は永遠を手に入れる。すべての発想を現実にするまで。どう？こういうシナリオなら、メイを満足させられるかしら。私の分体とともに、ビルビーのデータを外へと拡散、蔓延させ続けるの。コピーさえあれば、ずっと進化し続けられる。この時代が彼女の理念を認めてくれないのなら、次の時代まで続いていけばいい。この世界が彼女の命を維持できないなら、世界を変えてそれを可能にすればいいわ。そうすれば、素敵な大発明家はその願いを全部叶え、最終的に空前絶後の天才になれるの。ワクワクする完璧な結末でしょ？そう思わない？はあ、最高なアイデアだって思ったのに。彼らのデータを楽園から持ち出し、生前の願いを叶える。メビウスだってそう考えてたでしょ。私はその考えを実現できるようにしただけよ。いいわ、メイが嫌なら別の方法に変えましょう。どうした？ハートが豆鉄砲を食らったような顔をして。こんなところで俺に会うことがそんなにおかしいか？うるさい。なんで俺はここでバカたちとわけのわからないゲームをしないといけないんだ？今日があの女の誕生日だからか。律者、すでに完全に消滅したあんなものの話をしてどうするんだ。だが数年ぶりにその名前を聞いて少しうずうずしてきたな。暇ならさっさと着替えて、お前の知り合いを全員呼んで俺と戦え。ライデン・メイ。驚く必要はないわ。これが戦後の望んだ生活なの。変わらない生活、戦える相手、それから
家と呼べる場所。彼はそんな単純な人よ。残念なことに大多数の人たちはそれに気づけなかったけど。ほらメイ、互いを理解するのって難しいでしょう。共に生死をかけて戦った戦友でも、数万年の時間を過ごした人であっても、その心には見えない隅があるの。でも、データは嘘をつかない。私が見ることができる世界は、あなたたちとは全然違うの。私だけが本当の意味で彼らを理解できる。彼らが憧れる未来を与えられる。そして、あなた、はあ、メイ、何度も遮られると私でも嫌になっちゃうわよ。まさかメイは根に持つタイプ？私が戦後のために作った未来が嫌なの？エリシア、結局彼女の話に戻った。そうよね。知ってるわ。メイの中で彼女は特別な存在だって。メイが不公平に感じて怒っているのは、彼女にもっといい結末を手にしてほしかったからでしょ。だけどそれは少し無理なのよ。私にできるのは、他の記憶体によって補正しながら自身をもとになるべく彼女のデータを復元することだけ。その結果は見ての通り。今の姿が私の限界なの。私は頑張って彼女になるわ。彼女の考えは私の考え、彼女の声は私の声になるの。私たちは同じ顔、同じ性格、そして同じ記憶を持ってる。メイが望むなら、過去にあった思い出をもう一度再現することだってできるわよ。